幻ラジオの T シャツ試作品ができました。東野幸治の幻ラジオ。<music> やりました、届きましたえ。ついにですね、娘 D から公式幻 T シャツ試作品でございます。 まだ決定ではございませんけれども3パターンどうですかということで届きました。ラジオでございますからうーん説明しようがないんですけれども、えー、1つは新しい幻ラジオの、まあ、ロゴといいますか皆さんが知っている幻ラジオのロゴの T シャツもあるんですけれどもこれは東の工事って書いてるんですよね。 でこれ、書かれると、幻市民の皆さん、非常に、えー、辛い思いされると思いますうん。自分も分かっております。東の工事の幻ラジオっていうでかでかと、えー、T シャツの胸になんか書いてたら、なんか変な人だなと思うので、極力それが分からないようにということで、この手紙を来ております。墨田区ペンネーム、組テンポラリーダンスさん。 これからも放送グッズともに楽しみにしておりますと、ちなみにグッズのロゴは幻くらいが見える感じで電車内で幻民同士が気づくくらいの主張でお願いしますと、もう重々わかっておりまして、えー、そのロゴ、新しいロゴできております。また仮でございますけれども、うん、それと、まだスポンサーがいていないっていう、なんかアンスポンサードっていう映画のロゴで、後ろに、えー、幻ラジオのなんか新しい、バレないロゴ。 っていう3パターンが、普通のやつ、新しい幻ラジオのロゴ、そして、アンスポンサードって胸にあって、後ろに幻ラジオの新しいロゴっていう3パターンがあるんで、また試作品でございますし、決定ではございませんけれども、公式、幻 T シャツ販売に向けて一歩進んでおります。じゃあそして、10万人、この幻ラジオ登録者数に突破しました。ありがとうございます。えー、僕の中ではもう、 十分でございます。これ以上人が、お聞く人が増えてしまうと、うん、嫌なことしか起こらないような気もするので、これぐらいの人数でやっていきたいなと思って、ちょうどいいなと思って、で、大事な大事なスポンサーでございます。広告収入というのもオフにしております。いまだ、吉本興業にはパスワードを教えておりません。娘、D が、全権、掌握してやっているんですけれども、娘 D からですね、スポンサーが見つかったという報告、一切ございません。いろいろ動いていますけども、なかなか、幻ラジオのスポンサーになってもいいよっていうの、いていないと思います。父親がどんだけ、好感度がないのか、娘 D は今、ひしひしと分かっておると思います。逆に言えば、こんなに好感度のないタレントが、 一生懸命働いて大きく育ててくれた感謝感謝しかないと思っておりますその感謝を胸に何とかスポンサーを探してほしいと思います娘 D よろしくお願いしますそして聞いている方でそこそこ大きな会社の方会社商品私一生懸命音声だけでございますけれども宣伝しますのでどうかスポンサーになってほしいと思います スポンサーになってほしいあ、スポンサーになるよっていう方いましたら、えー、連絡の方、幻ラジオまでよろしくお願いします。さあ、このお手紙読んだ方でございますけれども、組テンポラリーダンスさん。グッズのことも書いておりましたけど懐かしいことも書いてました。以前、東野さんがオーラの泉に出演されていましたが、あれはやっぱり逆オファーされたんですか逆オファーです。うん。なんかね、なんでしょうか、こう。 死護霊とか、なんか見えるんでしょ美和さんや、あのおじさんとか、うん。で、ど,どうなんやろ俺は一体どういう風に生まれ変わり、俺は一体何の生まれ変わりなんとかね、気になったんで逆オファー出して、で、言われたのがですね、お子さんの方が魂は上って言われました。僕よりも。魂。あるんですって、ステージが。僕のステージは下なんですって。お子さんの方が魂上。 娘 D は東野さんのいいところだけを受け継いだと言われてました、うん。東野さんは前世、生まれ変わりの前ね、前世、戦から逃げて、家族と離れて、山の中を駆けずり回って亡くなったと言われたのを覚えていますと、確かに言われました。最悪でしょ昔、戦国時代あたり、戦から逃れ、家族と離れ、 山の中を駆けずり回って死んでいくんですでそれの,その前世山の中駆けずり回って死んでいく子供なんですけどそれのお母さんが今の嫁だ嫁 P だっていうふうには江原さんは言ってましたけどうんえで今東野さんが臆することなく父さんを楽しんでるのは。 ううい山の中を駆けずり回ったなんかそういうなんかものがあるんですかっていうふうに書いておりましたけれども確かにそんな番組も出ましたお手紙ありがとうございますさあ、えー、そして今回はですねあなたの好きなグラビアアイドル僕の知り合いのプロデューサーがこういうテーマどうですか以前から漫画とか日本映画しましたけどもグラビアアイドルどうですかっていうことで僕も乗りまして「それいいですね」って言いました。 僕も桂木彩さん飛んだカップルとか出てた桂木彩さん当時ゴロとかスパとかねありましたスパちゃうわゴロとえ何やったっけなんか雑誌があったんですよ写真集が雑誌がそこでよくいろんな有名人がちょっとね初めてヌードになったりとかあスコラやスコラゴロとかスコラそれよく買ってました立ち読みしてましたでアイドルからちょっと女優になる転換期でヌードとか惜しげもなく披露してました たまに郷ひろみとか西城秀樹が男性ヌードとかなってましたはいで皆さんに書き込んでいただきましたそれをちょっと紹介したいと思いますけれども一言で言ってあ,あんまり評判が良くなかったです別にいませんとかそんなのいいですとかいう話も多かったですけれどもさあ、えー、順番に紹介していきましょうあなたの好きなグラビアでございますこの方純ベースさん 山本あずささんです。ルックスにビジュアルにドストライク。はあ、懐かしいですね。山本あずさ、いました。さあ、他にもですね、リンゴチャイナさん。オールナイトフジ岡安由美子司会の時代のアシスタント司会の尾関まみさんも知らんわん。アシスタント司会の方。うん。がいいんですって。さあ、他ですけれども、荒井美和さん、松田純懐かしいですね、松田純 グラビアの子がバラエティー出るちょっと前ぐらいですもんね。うん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 、さあ、この方です。TMHK214 さん。好きなグラビアアイドル、中学の頃近所のゴミ捨て場で拾ったデラ別品の表紙だった優香です。好きなグラビアアイドルは優香ですでいいと思うんですけどね。 近所のゴミ捨て場で拾ったデラべっぴんの表紙だった優香です数日後親に見つかってしまい実家住まいで兄弟にも悪影響とのことで破棄するよう処分を言い渡され世話になった感謝の意を込め地元の浜辺に手厚く埋葬しましたしかしやはり思いを断ち切ることができず次の日掘り起こしに行きましたしかしすでに誰かに掘り起こされ私の優香はお持ち帰りされてしまいました 複水盆に帰らずとはこのこと。先日、志村けんさんの追悼番組で共演していた彼女とのコントを涙しながら当時のことを思い返しつつ、ムラムラして視聴しましたということでございます。人気ありましたもんね。この S さんもグラビアアイドル、ゆうかさんが好きです。あどけない顔と健康的な肌色、そして胸のバランスにめちゃくちゃ興奮しました。人気ありますね、ゆうかさん。さあ、アベノマスクさん。10代の頃好きだったグラビアアイドル、川島直美と河合和美。あ お二人とも他界したという事実に改めてびっくり。確かにね。うん。今から30年ぐらい前かな。さあ、他にもあります。好きだったグラビアアイドルでございますけれども。こちら行きましょうか。えー、011、吉明さん。原美樹さんでいいんですかね。美樹さん。えー、さらに昔ならアバンギャルディアイエローキャブメンバーから、例えば浜田翔子や真鍋香織、佐藤恵子。佐藤子ね。佐藤子昔を。 バラエティの仕事中にちょっと胸触ったんです。受けると思って。笑いになるかなと思って。全然笑いにならなかったね。申し訳ないことしました。申し訳ございません。うりさん。好きだったグラビアアイドル、藤井隆さんの奥さん、乙ハさんです。で、グラビア出てましたもんね。いや、だからあの時代、だから今から20年ぐらい前ってやっぱみんな出てましたよね。グラビア。さあ、この方、ノイスさん。 ひろみさんが寝る前ラジオ聞いてるって言ってました。ありがとうございます。え、グラビアはベタに加藤玲子いました。加藤玲子。あと、グラビアじゃないけど、夜中にやっていた新嬉しい恥ずかしい物語の、あ元少女隊の安原玲子。少女隊ってすっごいお金かけてね。で、なかなか売れずに、で、解散して、で、セクシー路線行ったんですよね、安原さん。桃尻娘の海義弘さんの奥様、武田香織さん。 武田薫さんって探偵物語も出てましたよね。あと、台風クラブの工藤由紀とか、映画の中でちょっとエッチな女の子が好きでした。確かに。最近はほんま誰も宮、宮沢りえさんから始まったあのヘアヌードブーム、ね、いろんな芸能人の方、ヌードじゃなくてヘアヌードやってくれましたけど、今誰も脱いでくれませんよね。いやー、脱いでくれへんな。脱いでくれてもいいん違うのっていうぐらい。 昔はみんな頑張ってた。アンアンさん。大好きで憧れた人、元レースクイーンの鈴木文香さん。やっぱレースクイーンからグラビアに行くっていう飯島直子路線ってもありましたもんね。鈴木文香さん。20年前の彼女の猫のようなセクシーでキュートな雰囲気にハマってました。さあ、あとありますよ。書きまあ確かに。男性の方は書きやすいんですね。デラヒーバ3000。好きなグラビアアイドル、磯山さやかと安めぐみ。 うんまだ磯山さんまだ現役で頑張ってますよね。はい。さあ、NBK、えー、SGR さん。結局、グラビアは榊原郁恵さんですね。ということですから。年齢が分かりますよね。あとあれ、あ、これ。頑固日経賞。 活躍ややいいですね。きっと雑誌、ゴロのグラビアでしょ。確かに。今から思うとゴロって素晴らしいグラビア雑誌でした。人気アイドルや、えー、女優の水木セミヌード、胸のアポロチョコが浮き上がってたり、透けてるのが当たり前でした。確かに昔よ透けてた。私が好きなのは浜田樹里さん。ヤングプラザのアシスタントやってた。新助竜介さん司会でヤングプラザ。月に一回さんまさんがトークコーナー出てました。 ヤングブラザー確か NSC 育成のダウンタウンさんとかハイヒールさんとか,んとかトミーズさんが埋設したんですよ。はい。一度だけ公開録画を見に来ました。生の浜田樹里さんを見てあまりの可愛いさに中学生の私の胸と股間のときめきが収まりませんでした。家に帰って収めました。これを書いてて思い出したんですが、お気に入りのページは切り抜いて机の引き出しの奥の、奥にしまってました。スマホで画像を手軽に探すなんてできない時代。そう。 三浦淳さんは今でもエロスクラップルを続けているそうです。尊敬します。浜田淳さん、昔ね、篠山キ信さんのポケット文庫っていうのがあったんですよ。写真集のポケットサイズの写真集。それで見たな、浜田樹。好きやったな、浜田樹。ありがとうございます。さあ、おはがきも来ております。 大阪府ゴールドボーイ、リアディゾンでございます。会社のデスクの引き出しにリアディゾンのプロマイドを入れていたら、プロマイドを会社の社長に見つかってめちゃくちゃ怒られたことがあります。ありがとうございます。さあ、この方、高知県ペンネーム、チュンチュンワールドでございます。好きになったのは細川文江さんです。 最近、今田さんが言ってて知ったんですが、東野さんとヤングタウンをやってた時に、アシスタントで細川文江さんも出てて、東野さんは、バカ父娘と呼んでたそうですね。笑ってしまいました。思い出ありますかやってましたよ、ヤングタウン。今田さんと、アシスタントに、細川文江さん出て、風味ね、好き好きすー、好きすー、好きすーって言って、はい。細川文江さんとか、文江ちゃんとか言えやいいのにね。僕も当時ちょっとどうかしてたんですね。なんかあの、 無でででられてたたんんすかねバカ父娘って呼んでましたもしくは父バカ娘って呼んでました。はい。ウケるかなと思ってたんですけども。それ言ったら細川文さんは悲しそうな顔してました。申し訳ございませんでした。<laughs> 大妙芸の方とね、結婚されて、なんか、えー、離婚されて、なんか、はい。なんとなく覚えておりますけれども。お元気でしょうか。ヤングタウンはあれです。細川文さんよりも、コーズディレクターを、えー、覚えております。 皆さんにコーズディレクターって言っても分かんないと思いますけれども、前、ジョーソンに入社以来ずっとラジオで頑張ってて、この間グー、ね、この間ちょっと別件で会ったんです、この間。あと1年で定年や言ってましたけども、当時と全然変わらず、当時からですけれども、いつも365日、夏、春、秋、冬、ずっと裸足にローファー。この間会った時は裸足に サンダル履いてました髪の毛ちょっと天然パーマでセミロングでメガネかけてて太っててナンシー遺です一卵性ソーセージの兄貴みたいな感じですナンシー遺のハイボールに蜂蜜入れて飲んでました、はい、変人ですめちゃくちゃ変人です大の巨人ファンで全試合130試合全試合録画するんです で、負けたって聞いたら見ないんです。で、勝ったって聞いたら最初から見るんですよ。安心するんですって。ドキドキなんかいらないんですって。はい。なんて言ってました、この間。太陽に捕虜が大好きで全話持ってる。DVD 持ってるって。一番好きな話なんですかって聞いたんです。マカロニですか証券扮する。マカロニですか松田優作扮する。ジーパンですかって聞いたんですよ。一番好きな会なんですかって言ったら、ヤマさんが取り調べ室で強情な犯人を 勘落ちさせる回が一番好きなんですって変人です。<laughs> なんかラジオで一回なんかミスして営業に飛ばされて一回だけ神戸コレクションっていう可愛い女の子がファッションショーするやつのなんか責任者になったんですって全然思んなかったんですってね普通だと面白いじゃないですか可愛い女の子とかね熱気があって活気があってって言ってはい全然思んなかったんですって 経理の計算の形状を説明するのが、数学が全然できなんから苦手で、0、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万ができないんですって。コーズディレクター。その人しか覚えてません、ヤングタウン。風味ごめんなさい。コーズさん、あと1年頑張ってください。もしタイミングが合えば、あの、ラジオやりましょう。さあ、他も来ております。こちら。埼玉県のラジオネーム、モスさん。 今回のテーマはパスかなと思ったんですけど、一人パッと浮かびました。西川峰子さん。テレビや映画で知ったというより、18年ぐらい前にレンタルビデオで見つけた、ちょっと古い VHS のヌードのイメージビデオを見てファンになりました。それから写真集を集めました。とにかく大胆。大胆、えー、大股を開き、頬杖をつくカットが大のお気に入り。ありましたね、そんな写真集なのか、サントリーリザーブのポスターなんか、ゴロかスコラかなんかの写真なんか。 あと映画でも脱いで、もともとはだから民謡歌手かなんか演歌歌手ですよ。それがどん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 なんか役者の方に行って、父掘り出して五社映画の父、吉原炎上や五社秀吉原炎上主演名取優子の女郎役ですよ。はい、西川峰子。着物裸で胸出して、最後はなんか頭おかしなって、噛んで噛んで、ここ噛んで、言ってました。はい。確かに西川峰子さんね。 小籔美子さんとかもね、白蛇章でね、滝の前で父掘り出してましたし、昔はみんな父掘り出してましたよ。うん。情けないよ、本当に。さあ、この方、毎回渋谷郵便局止め東野工事で皆さん送ってもらってます。皆さんもよかったら送ってください。東野様、娘 D 様、毎度更新ありがとうございます。えー、靴に穴です。まあ、靴に穴って聞いて、あ、 あいつかってわかる方はもう幻市民でございます。えー、引きこもりの男でございます、えー。今回も僕の字は踊っているでしょうか今回も汚い字で挑みたいと思います。今回のお題、あなたが好きなグラビアアイドルですが、つんこちゃんです。全然知らないです。人生が積んだ由来です。もうちょっと自分の人生と欠けてるでしょ はい、宝塚っぽい雰囲気がかっこよくヤンキーっぽい衣装が似合う女の子なんですが真逆のドスケベな衣装を着ているのもたまらなくいいギャップにやられてしまいますインターネット上でしか見たことがなく僕とは一切接点のなさそうな人なので遠慮なく好きになれますというこういう考え方もあるんですね一切接点がないから遠慮なくだから引きこもっても10年20年ぐらい引きこもってるんでしょこれ靴に穴くんは。 だからなんか俺が好きになったらど困るんちゃうかなとか思うんですよね。顔と顔を見つめ合うと。だからインターネット上やから。接点が全くないから。遠慮なく好きになって。いいんじゃないですかもう。遠慮なく好きになって。つんこちゃんのカラーコピーの2枚送られております。1枚は桜の前で横側を向いてます。青色のパーカー着て。もう1枚は白黒です。なんかランジェリーで。 えー、何でしょうか。下から、寝転がって下から写真撮ってる感じですね。えー、上半身の写真でございます。取得の理由は書いてましたね。インクがなくなってしまいました。胸のところに黒レースで下乳出てますというふうに書いております。わざわざありがとうございます。つんこちゃんが好きだそうでございます。これからも更新頑張ってください。えー、今回も調子に乗って手紙書いてしまいました。写真もプリンターで印刷してしまいました。 ゴミが増えてしまうのに申し訳ありません。結構ですよ。1枚にまとめたかったんですが、2枚になってしまいました。字を書くのもよく考えたら、10年ぶりぐらいで、一度パソコンに売ってから、それを手本に書いてます。今回はネタが弱く、内容が薄いものになってしまいましたが、次は読んでいただけるネタを書きたいと思いますと、ペンで何か文章を書くのが楽しいと思えている間は、 頑張ってみようと思います。いやいや、ありがたいよ。10年ぶりに手紙、字を書いていただいてるんでしょそれが僕なんてもう光栄でございますよ。本当に。ね頑張ってください。本当に字いっぱい書いてまた送ってください。えー、読みたいと思いますんでお願いします。さあ、他にも、海外からシリーズでございます。この方、 いつも楽しく拝聴しております。今自宅から用もなく出られない状態のニューヨークに住んでます。テレビなどは見られないですが、YouTube は使ってますので、こういう形で東の 工事のラジオを聞くことがでできて嬉しい限りですあの白いお尻を何の抵抗もなく出していた東のりが今ではニュースを語ってるとか本当に人間ってわからないなと思っていましたがやはりラジオを聴いてるとあの頃の狂気がまだ残っているなと人間って変わりませんねやはり最高です娘さんたちがしっかり成長されているようでそこも聞いていて楽しいですそれではコロナなど気をつけてください えー、PS、娘二人を、人間そんなに変わらないから、ダディに優しくしてあげてね、ダディ変わらないから、ということでございます。ありがとうございます。えー、ラジオネーム、ぽっちゃりジョガーさんです。入力ーーでね、大変でございますけれども、頑張ってください。さあ、そして、最後でございますけれども、えー、ちょっと、iPad mini から、 読ませていただきたいと思います。インスタグラムのコーナーでございます。インスタグラムのコーナーと言いますと、クレーマークレーマーさんのお便りというか、DM が届きました。これ何かと言いますと、えギャグメドレー、ギャグリレー。僕が電磁波クラブ、えー、ロッチの中岡君からギャグしてくださいって言われたんで、ツイッターしてるから。でも、あ、もうしょうがないから、電磁波クラブの S 曲をやって。 で、何回の山ちゃんにバトン渡したっていうのを前回喋りましたけれども、それの感想が届いております。えー、クレーマークレーマーさんから。ギャグつなぎ拝聴しましたあ。こんな飛んじゃいましたね。ギャグつなぎ拝聴しました。東野が大スターになるという俺の期待は確信に変わりました。普段はなかなか笑わない俺だが、今思い出してもゲラゲラ笑ってしまう。 今回のコロナ騒動の中、あんなもん誰も勝てないよ。もはや反則や、世界一や、間違いない、チャップリンも脱毛もんよ。大スターになる日が刻々と近づいてる気がする。俺がジャスティン・ビーバーなら今すぐにでも大スターになってるところやのに、力不足で申し訳ない。これピコ太郎のことですね。やっぱり東のは半端ないわ。バトン渡された山里はきつかったやろうなぁ。 でも、うまく砂漠くあたりが山里やな。じわじわくるあたりがさすがや。幻ラジオ21回目。俺がもう一人の東野で存在してないとか 島田晋介やとっか。いろいろコメント来てたな。まあ、俺らその辺のミーハな雑魚ファンとは違うから。身近な周りの人間にさえ今回のことは話せんけどな。ゆえに俺が実在してるかどうかは俺と東野しか。真実を知れないわけであり。その答えは正直、どっちでもいい。幻ラジオだけに。ということで。ちょっと今回最後、えー。 捻挫しちゃったみたいな感じでな文章でございましたけれども、でも、ありがとうございます。絶賛していただきました。えー、そういうわけでですね、インスタの DM、クレーマークレーマーさんからの DM でございました。そしてもう一つ、手下のゲラゲラ笑う動画というのを、この間、娘 D から教えてもらいました。皆さんいろんなね、 以前から紹介してみましてまた最終的に行き着く動画とかよく見る動画なんですか YouTube なんですかって聞いてちなみに教えてもらいましたえ毎晩中国の売れてないアイドルグループのダンスレッスンを見てゲラゲラ笑ってるそうでございます、えー、最悪の性格でございますさあお時間きましたまた次回お会いしましょうバイバイ